これもうお店のマルゲリータみたいな感じになってるんで、まあ、食べたいなと思ったらその日に食べたい。これフライパンでも全然、まあ、再現はできるので 7g 入れます。あの泡立て器でいいです。つないで、まあ、2時間ぐらいはピザソースので自宅でチャレンジしてみてください。